今日は日本釣り振興会さんの小学生、中学生ルアーマス釣り教室ということで、僕は先生ですかね、先生で来ました。今日のすごいですよ、参加子供たち、参加した子供たちにはこの竿、まず竿です。今日だけのイベントじゃなくて、これからも釣りをしてもらえるといいなっていうので、竿とルアーもバッチリです。僕が欲しいぐらいです。これだけあれば十分釣れると思うんで、今日でぜひそのマス釣りの楽しさを知ってもらって、また子供たちが釣りに親しんでってもらえるきっかけになればいいなと、頑張って釣りの楽しさを伝えていきたいと思います。では行ってきます。カットだな。どれでした？一応まだ早いですよね。松本さん見えてないですか？釣りはしたことありますか？はい、初めてですか？朝はだいたい結構派手なこういう色がよく釣れるんで、でこうやっていっぱい入ってくる。しこれをいろいろ。お魚さんね、色によって全然食べたり食べなかったりするもんで、変えながらまずは朝からこの辺の目立つ色。これからさらちゃんとはあれ、ルアーつけるときは直接そのままで結んでもいいんだけど、こういうのがついてない。これ輪っかついてるでしょ。これ輪っかついてるからここに結べばいいんだけど、こういうのはついてない。これついてないの使うときは頑張って10匹は釣らせましょう。頑張ってスナップっていうんだけど、接続するやつ。夜ずっとマスだ。1週間ぐらいマスを取ってる。朝日で教えて。もうこれ朝。そうそう、倒した方がやりやすい。これ。そのまま倒した方がいい。はい。三秒迎える。これは三センチ入ったから。やります。入ったじゃん。入ったね。はい。三センチですね。はい。もうちょっと長く。ああ。これつけるよ。はい。
っと向きがあるもん、ね、はいはい、難しいな、はい、ここにルアーを通すんで、こっちの上の方に通して、はい、傷つかないようにここにちょっと、ね、通して、はい、難しいね。難しいね。ルアーが軽いんだよ。でも上手ですよ、光くん。だね。ちょっと写真をちょうだい、二人で。ひーちゃん持ってよ。取り、取り、取るよ。こっち向いて、はい、チーズ。拍手。ありがとうございます。ありがとうございます。言ってもしょうがない。やったね。よく釣れるんですものは持って帰れるんですか？全部持って帰れるんですね。あ、本当。大きいですね。